飲むだけで痩せるお茶をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきますね。こちらです。まず1つ目、腸内環境が整うからなんですよ。もうとにかくダイエットを成功させるためにはもう大前提があなたの腸内環境がまず整っているかどうかということにねかかっているんですよね。もうこれを無視して痩せようなんてね無理なんです。そもそもなぜかというと根本的に痩せ体質になっていないからなんですよね。ですからまずはダイエットを成功させたいというね願いがお持ちであれば、どうやったらその腸内環境を整えることができるのかなっていうことに目を向けていただきたいんですよね。もう実は私も過去今よりもプラス10キロ太っていましたし、もうこの腸内環境が悪いためにもうとにかくねもういろんなことがねもう損したなって思うことがいっぱいあるんですよね。まあ、もちろん太ったことでその容姿が気になって自信をなくしてしまったり、またその今までポジティブだったこの自分のね性格がなんかこうネガティブになったりとかですね。しかももう体調不良も経験しまして、もうそれはねもう散々な目にあったわけです。ですから私はこの腸活チャンネルを通じて、私と同じように例えば体型が変わってしまって自信がなくしてしまいましたとかね、もうとにかく体調が悪いきついとかね、もういろんな方々のそういったお悩みをね解決したいって思いで、まあ、このチャンネルを通じてお伝えしてるんですけども、まあ、とにかくもういろんなですねことがこの腸活、要は腸内環境が整えばいろんなことがねクリアになっていきますからね、もう本当にねご自分のその体質がどんどん変わっていくっていう、その体感として実感していただきたいなって思うんですよね。まずはどんなことをしても痩せないっていう方はもう腸内環境が悪いだけなんですよ。ですからあなたはまず腸内環境を整える必要があるんですよね。そうすれば痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがもう元気いっぱいになって、もう仲間が増えて種類が増えてですね、しかもどんどんそのいっぱいいっぱい働いてくれることになれば、あなたは自然と痩せるものが食べたくなったり、体が楽になったり、あれなんかねお腹周りがすっきりしたとかね、こういった良いことが一つずつ一つずつ増えていきますから、是非楽しみに取り組まれてみてくださいね。では2つ目です。栄養価が非常に高いお茶なんです。これもとっても大事ですよ。痩せるためには栄養不足のまんまだともういくら頑張ったって痩せることができないんですよ。なので例えば痩せようと思ってお野菜ばっかり食べてみるとかですね、そんなことをしても痩せることがかえってできなくなってしまうんですよ。とにかく栄養バランスが取れている方ほど痩せます。しっかりと食べてる方の方が痩せることができるんですよね。で何を食べてるかって腸活メニューです。なので私は別動画でもたくさん腸内環境を整える食材であったりレシピであったりお伝えしてますから、是非この動画が見終わりましたらその別動画もチェックしてみてくださいね。ということでこのお茶はですね栄養価が非常に高いんです。その結果しっかりとホルモンが作れるので、あなたの味覚をコントロールしてくれたり、体重の設定をコントロールしてくれたり、そういったホルモンたちをしっかりやっぱりね食べることで作ってあげる必要があるんですよね。では3つ目です。脂肪の吸収を抑えてくれる効果がこのお茶にはあります。もう飲むだけであなたの脂肪の吸収を抑えてくれるって、これねありがたいですよね。なのでしっかりと何を飲むかっていう、そのこう見極める目をね養うことが大事ですよ。何でもいいわけじゃありません。またいろんなお茶もあなたに合う合わないとか、これが美味しいとか美味しくないとかね、人それぞれですよね。なので私はたった一つこれだけ飲めばいいっていうわけではなくって、もういろんなお茶もあなたにお伝えしてますから、またね別動画でもチェックしてみてくださいね。今回のお茶はでも本当にね素晴らしいお茶ですので、是非楽しみにご覧ください。それでは2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えする痩せるお茶というのはこちらです。マテ茶になります。いかがですか？飲まれたことはありますか？このマテ茶というのは実は世界三大飲料の一つと呼ばれているほど、とにかく飲まれているお茶なんですよね。主に南米の方で、栽培されるお茶なんですけれども、例えばもう健康志向で有名な歌手のマドンナさんであったりとかですね、有名なそうですね、スポーツ選手でしたらサッカー選手の、メッシ選手も愛用しているお茶なんですよね。マドンナさんなんかはもうマクロビオティックでね有名ですけれども、とにかくもう健康志向が高い方で、実は彼女のですねお庭ですね、家庭菜園でこのマテ茶を作っているとね言われるぐらい彼女も飲んでいらっしゃるそうなんですよね。でまたメッシ選手はそのサッカーの試合中にベンチで待っている時間ってありますよね。その時に何を飲んでるかというと、このマテ茶だそうなんです。それぐらいやっぱりその一流選手や一流の歌手の方でもこのマテ茶の効果って素晴らしいって思って、普段から飲んでいらっしゃるお茶になるんですよね。でなんでそういった方たちまで飲むお茶なのかっていうその理由はこちら、痩せ効果ももちろんあるんですけども、健康のレベルもすごく高いお茶になるんですよ。ちょっと詳しく見ていきましょうね。まずはマテ茶はあなたの脂肪の吸収を抑えてくれる効果があります。これ嬉しいですよね。そして中性脂肪の数値も抑えてくれます。そしてコレステロール値もなんともう一緒にね抑えてくれるんですよね。でまたこのマテ茶特にねホットで飲んでいただくことで代謝もアップしますから、飲むだけでその燃やす体、そのカロリーをとってもそのカロリーをこう燃焼する効果が強くすることができますよっていうお茶になるんですね。そしてこのマテ茶が素晴らしいのは、別名飲むサラダと呼ばれているお茶なんですよ。すごいですよね。サラダがその食べるイコールこのマテ茶を飲めばサラダを食べたことと一緒になるような栄養がたっぷり含まれているお茶なんです。もうまずは日本人に不足しがちと呼ばれているビタミン A や B も豊富に入ってますし、カルシウムや鉄分、また亜鉛なんかもね入ってるんですよ。でまたマグネシウムも入ってます。こういった要はビタミンミネラルというのがあなたのホルモンを作る材料となるわけですよね。なのですごく大事なんです。先ほど冒頭でお伝えしました通り、痩せるためにはホルモンバランスが大事。そのホルモンを作る材料はこういったビタミンやミネラルなどの栄養素がないと作ることができないんですよとねお伝えしましたよね。なのでホルモンたちがこういったマテ茶を飲むことで、わーいってね材料きたーってなるわけですよ。もうどんどん飲んでってね。そしてホルモンたちが元気にきちんとした状態でやっぱり作られるっていうのがねとっても大事になってくるんです。そしてまたねポリフェノールが含まれていますから、このポリフェノールもね脂肪燃焼効果がね高いんですよ。いろんなね食事でもポリフェノールって入ってますけれども、このマテ茶にもしっかり入っているわけです。そして最後です。食物繊維が豊富です。お茶でね食物繊維取れるってなかなかね難しいんですけれども、このマテ茶を飲むと食物繊維が取れちゃうんですよね。そうすると何がいいかと言いますと、あなたの腸内に住んでいる痩せ菌たちのね餌になるんですよね。やっぱりいくら腸内に痩せ菌たちがこう暮らしてくれていたとしても、その子たちにはちゃんとね毎日毎日餌をあげないとダメなんですよ。餌あげないと育たないわけですから、いなくなっちゃうわけですよね。なのでしっかりと善玉菌、痩せ菌が増えた、でも増やしたところで餌を与えてあげる必要がある。その時にとっても大事なのが食物繊維になりますから、是非このマテ茶を飲むことで痩せ菌たちに餌をあげて与えていただきたいなと思います。では最後3つ目の項目です。どのようにマテ茶を飲めば良いのかという、その具体的な痩せる飲み方と注意点をあなたにお伝えして終わりたいと思います。まずマテ茶と言いますのは、もう先ほどからお伝えしてます通り、とにかく痩せ効果、そして健康効果がねすごく高いんですよね。ただしこれはノンカフェインのお茶ではないんです。カフェインがね入っているんですよね。ただ緑茶と比べたらその量は半量です。ですからそこまでね強いカフェイン飲料ではないんですけれども、やはり1日あたり多くても2杯から3杯までにしましょうね。飲みすぎてしまってはいろんな副作用が出る可能性がありますから注意してください。そして痩せるためにはマテ茶は冷たい飲み物として氷をガンガン入れてとかね、そんな風に飲まないでくださいねっていうこと。もうとにかく痩せるためには温める体をです。ですからホットで飲んでみてくださいね。そして注意なんですけれども、妊娠中の方や小さなお子様、また不整脈があったり心臓に問題がある方、また高血圧の方は飲むのを控えてください。カフェイン飲料ですしね、あといろんな副作用が出る可能性がありますから、こういった項目に当てはまる方はマテ茶は合っていらっしゃらないので、くれぐれもご注意されてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は飲むだけで痩せ効果が高くて、別名に飲むサラダと呼ばれている素晴らしいマテ茶をご紹介しました。で、私がどんなのを飲んでいるかと言いますと、またこちら見えますでしょうか。今回はですね、カルディさんで購入しましたマテ茶のローストタイプということで、このローストしてくださってることでちょっと青臭さをですね取り除いてくださってるんですよね。とっても飲みやすかったです。なのでマテ茶っていろいろあると思うんですけれども、こういった形で飲みやすくするのも丸ですし、私がおすすめの飲み方は、このマテ茶がちょっと苦手っていう方はですね、豆乳と蜂蜜を入れたマテ茶ラテとして飲まれるのもすっごくね美味しいですよ。もうぜひこれもホットで飲んでみてくださいね。おすすめです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。